人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトはアランドラになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。で、一体あの賞金何だったんだろう。そういやなんか知ってますか。知らないんすか。知るかそんなもん。占い師でババアにちょっと話聞こう。ばあさん、はい、どこだい。ギニーより目覚めし。ほうほう、でとりあえずこれを。どこだい今度は。あの上ね。どうやって行くんだろうこれ。はいはい、ありがとう。まあ基本的に15払って回を回復してくると思ったらいいよね。硬いなこいつ。クソ、ここから上じゃねえのかな。そうだな、なんかギニューとかあったよな確か。ギリ立てしてなんかやってってこと。どうやっていくんだろうこれ。サッカー、サッカーいろいろ見てるけど嫌なんだよあれ。え、これどうやっていったらいいのこれ。これこうはできるけど、あ、この間できるのか。なるほどね。こうか、やっぱり。やっぱこれだ。なるほどね。こういってみよう。うん。来たことはない。これまたいつものこういうやつですか。そういうやつね。まあ容量は分かりました。とりあえずね、これとりあえずこれはこうは間違いない気がするな。違うのか。結局だからここに行かせる必要がある。下にスイッチが2つある。ここにある6個の柱で4個、4箇所で多分最後ジャンプしたら上って感じだな。でも普通に考えたらこうなんだよな。こうやってこう行くのが普通なのかなって思っちゃうんですけど、でもこれやっちゃうとここが止まんないんだよな。それを考えると難しいな。ぐるぐる回す形とか、こうやってして
これやったら結局あれか、一緒か、生かすと生かできないのか。これでいいのか、もしかして。あ、無理か。いや、これいけんじゃねえ、これで。こうで、で、こうで、あ、いけたわ。なるほどね。これでいけるのか。お、いけた！よし！やったー！長かった！なにこれまた。左？組み合わせか。いけた。適当だったけど、だいぶラッキー。なのばっかりかな。これだどうしても最後出てくるでしょ。何かが。これ何、これ、これ下に何もないよ。あそこまで行けってこと、これ。こっからなんとかしてあそこまで道を作るってことかな。これまた分かりづれえな。間違えた。仮にいろいろやってみる。また試そう。試すしかない。はい。最初はここだよな。で、こうやっていくところに、ここに必ず一つ必要になる。ここに持ってくるためにどうするか。まあ、仮になんかこうするんだったら、こういう感じとかかな。普通に考えたら。全然だなできねえから、先にこいつらをやるよりも先にこっち。ここを使おうと思ったらこの下のやつ使うしかねえだろう。というか最初はこうだな。これでいったらここに飛べる気がするんだよ。こっから無理か。やっぱここには必要なのか。一個必要は必要。必要となったらもう動かせねえな、これ。こうか。これをいけばここにはいけるのか。うん、多分これは足りないよね。これやったらいびつだけど。
物足りないな。これこれここに持ってこれたらな、いいんだけど。今行けてたって。これでいけるんじゃないですか。今度これでいけるんじゃない。これいけた、やった、長かった、いけたよ。嬉しい、マジ嬉しい、やった、これで強い。すげえ時間かかった。もうやだ。やったー、もうやりたくない、これちょっとやらない。ここかな、何だったっけこれ、あれこれなんだっけ、爆弾で爆発させるやつか、違う、うん、あれこれ持ってるだけでいけるんだよね、これ普通は。なんだっけこれ、なんかあったよなこれ。ん、あ、おお、お袋の入り口のすぐ右側、うんうん、うん、どうしていいんですか。あ、さっき取った。自分は逆だけど、うん、行く途中の発射場所南に進むと、うん、あるね、なるほどね、もう行ったけど。順番逆だったはい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、情報を得ずにちゃダメっすね。勝手に氷の杖取ってました。いやー、まあけどいいか。とりあえずけどね、取ったことによってやっぱりトーラさんに行く必要はあるようなので、よかったと思います。またね、プレイステーション1のソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想をしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントが、ね、苦手な方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。